リンリン、ハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。今日もなんやかんや動画が撮れそうだったので、会社行く前ですけれども、動画を撮ってね、行こうかなと思います。はい、もしよろしければね、こちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、Twitter じゃない、X、Instagram、TikTok やってますので、よかったらそちらのフォローお願いいたします。で、昨日ね、昨日っていうか、これの一本前ね。まあ、それが昨日なんだけど、まあ、これをね、使ったコーデでした。で、今日は、今ね、ちょっと巻きスカート下に落としちゃったんですけども、これを使ったコーデにして、いこうかなと、思います。で、それをやりながら、昨日着てた服で洗濯をしなくてもね、OK なものは、ちょっとこうやって、戻しております。さあ、今日はこれかな。これもね、この間購入した、袴風のね、スカートでございます。これに、上を、会社行くとね、意外と暑いんで、腕まくりのできる格好がいいなぁ。今日はこれかな。はい。このスカートの上に、こちらのシャツをオンして、で、仕事中はね、ポケットがない服を着るので、よいしょよいしょ、こんな感じで腰にまずポーチをねつけちゃいましょう。よいしょ。よしよし。で、はい、これですね。はい、つけて。で、会社ではね、たまに髪を整えたりセットしたりするので、こちらの、髪とか整えるピンとかね、クリップとかをつけていきましょう。で、鍵はいつももう一個持ち歩いてるカバンの、ここの中に、鍵入れちゃいます。よし。で、こっちは、このカバンは特にこれ以上持ち運ぶものがないんで、このままでしょ。で、ちょっと会社にね、100均で普通に買っている、印鑑付きのボールペンですけども、これ会社に置いときたいんで、これ持ってきます。で、今日は指輪とかは、朝はつけていかなくていいかなってところなんですが、一応このアクセサリーセットを持っておきます。意外とね、会社では外しちゃうんですよね。で、パワーストーンのネックレス。パワーストーンというか、天珠ですね。天珠の、龍眼天珠っていうやつなんですけど、龍眼天珠の、ネックレスをつけて、よいしょ。あとね、3本作ってるやつを、これは会社に行くときはつけてるんで、全部つけていきましょう。よいしょ。よいしょ。よし。そんで持って、はい。時計。そこでね、試供品で、3COINS の、モバイ、ん?なんだっけ。スマートウォッチもらったんですけど、結局、ちょこっと、試しに設定してみて使おうかなと思ったんですけど、私はあんまり、なんか、これからもそれ使っていこうっていう風にならず、魅力を感じず、結局お父ちゃんにあげることにいたしました。で、この上に今日は、この、この間買った羽織、着ていきましょうか。ああ、いいじゃない。よいしょ。で、靴下。靴下、靴下。よいしょ。
立ちながらね靴下も履けなくはないんですけれども、立ちながらだとヨロヨロってなってしまうんで、はい。で、あとは上着で外出るときね、まだ寒いので、これの上着は今日はこのアディダスの、パーカーでいいかな、パーカーというかジャケット、ナイロンジャケットですね。うん、こんな感じでいいんじゃないですかね。はい、今日の格好はこんな感じでございます。この羽織あれか、あの羽織のこう止めるところがここに特についてないんだね、これね。本当に羽織って終わりって感じですね。よし、今日はこの格好でいきます。あとは、いつも通りメガネと会社のね入館証、入館証は後でつけます、ここに、はい、っていうところでございます。はい、ということで今日の動画はこんな感じ、サクッとやったら撮れるもんだね。もしよかったらこちらのチャンネル登録、高評価、そしてインスタ、X、TikTok やってますので、よかったらフォローお願いいたします。ということで本日の動画はこんな感じでございました。はい、ということで以上リントでございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、各種 SNS のフォローよろしくお願いいたします。チャンネル登録はこちらから、各種 SNS は概要欄から、その他おすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。では以上リンドでした。バイバーイ。